ようこそ、もっと知りたい話題へ。ナビゲーターのウニです。生きている間に宇宙人がいるという確かな痕跡を見たかった。この言葉は小説、2001年宇宙の旅で知られる英国人 SF 作家、サー・アーサー・チャールズ・クラークが90歳の誕生日に録音した友人向けの別れのメッセージです。高IQ団体、メンサの一員であり、エリザベス2世女王よりナイトの称号を授与されたアーサー・シー・クラークは、晩年のほとんどをスリランカで過ごしました。そしてそのスリランカでは、地球外生命体が確認されたことがあるようです。早速見ていきましょう。スリランカで発見された異星由来の生物構造。スリランカを第二の故郷として愛したアーサー・シー・クラークがコロンボの墓地にスリランカ風に埋葬されてから5年後の2013年春。2012年末にスリランカ中部のポロンナルワに落下した隕石の中から明らかに地球由来のものとは異なるモルイのようなものが見つかったとするニュースがアメリカの科学技術誌 MIT テクノロジーレビューに掲載されました。2012年12月29日、ポロンナルワ上空で隕石が炸裂し、火花を放つ熱い破片が降り注ぎました。その後、地元警察がおびただしい数の石を集め、コロンボにある医学研究所に送ったところ、石の内部に興味深い特徴が見られたため、イギリスのカーディフ大学でさらに分析が進められることになったようです。その結果、石には化石状になった生物の痕跡が含まれており、地球の生物が混入した可能性はほとんどないという事実が判明したのです。地球外生命体の発見とその論拠。カーディフ大学のジェイミー・ウォリス氏らは、現場から採取した628個の隕石のうち、隕石の可能性がある3つを調べ、すぐに特異な性質があることが分かったとしています。その性質とは、よく知られている炭素質隕石よりも密度が低く、外側には部分的に高温で溶けた証拠が見られ、炭素の含有量は 4% という、普通の隕石にはない高い分子量を持つ有機化合物が含まれていたのです。これらの事実からウォリス氏らは、この隕石の元は小さな彗星だったのではないかと考えているとしています。そして、最も驚くべき発見は、電子顕微鏡に映った海の渦鞭毛藻類に似た物体です。それは複雑な厚い壁のようなものを持つ、炭素が豊富な100マイクロメートルほどの微化石に付着しており、別の電子顕微鏡写真では直径2マイクロメートル、長さ100マイクロメートルの鞭毛がはっきり見えたとしています。鞭毛とは、遊泳に必要な推進力を生み出すことを主な役目とする、毛状の細胞小器官です。しかしその物体は、地球的な基準からすると、極端に長くて薄いことから、フォレス氏らは、この生き物が低重力、低気圧の環境で暮らしていた証拠ではないかと説明しています。また、石の様々な構成成分量を調べると、特に窒素レベルが低いことから、現在地球に存在する有機物が混入した可能性は除外できるとし、一連の証拠からポロンナルワの隕石内部に残されたものは、古代の絶滅した海藻の名残であり、後から混入したものではないことは明らかだとしています。地球外生命体の存在は確定が難しい。ウォリス氏らの研究発表は、確かに説得力はあるのですが、この手の説がすんなりと認められた試しはありません。ウォリス氏らはこれまでにも様々な隕石から地球外生命体の存在を証明してきたものの、どれ一つとして学会に認められたものはないとしています。今回もお決まりの反論があり、それは石は落雷によってできたのかもしれないというものでした。その意見に対してウォリス氏らは、隕石が落ちた時に落雷があった証拠はなく、雷による通常の特徴も見られない。もし雷によるものならば、生じた熱によって生物学的な痕跡は破壊されてしまうだろうと反論したとされています。
とはいえ、この説を決定づけるためには動かぬ証拠が求められており、さらに別の科学界で研究を掘り下げる必要があるようです。加えてこの隕石にはお堅い専門家らが唱える他の説もあります。それはこれらの石はもともと地球のものだったというものです。長い歴史の中で小惑星の地球衝突は珍しくないことから、その時砕けて生じた何億という石の中に生物の痕跡が閉じ込められた結果だろうという考え方です。また発見されたもの自体が生き物ではなく別のものだという説もあります。いずれにしてもより研究を進めることで、ウォリス氏を含む宇宙生物学者らのこれらの有機体は地球の原始生命は宇宙から飛来したとするパンスペルミア説の明らかな証拠だとする主張が広く認められる可能性は残されているようです。ノーベル賞受賞者による地球以外にも生命は存在する説。2021年、スイスのノーベル賞受賞者ディディエ・ケロー氏とスイス・ドイツ人の宇宙物理学者サッシャ・クバンツ氏が生命の起源を研究するための拠点をチューリヒに立ち上げると発表しました。新しい研究拠点である生命起源普及センターはスイス連邦工科大学チューリッヒ校に2022年オープン予定となっており、イギリスのケンブリッジ大学との協力も視野に入れられているとのことです。その主な目的が地球外生命体の探索と言われています。科学者たちは地球外生命体を探索するにはまず地球で生命がどのように誕生したのかをよりよく理解する必要があるとし、現在遡上にある初期の生物に近いと考えられている海底火山の噴出口付近に生息する生物の研究なども含まれるとしています。生命起源普及センターの立役者でもあるケロー氏は、宇宙のどこかに生命が存在すると私は確信していますと話しており、その理由について簡単ですと前置きした上で、恒星の数も惑星の数も限りなく多いからです。逆に地球上にしか生命はいないと考える方が不自然だと思いますとインタビューに答えています。ディディエ・ケロー氏が考える生命の起源。ケロー氏は生命の起源について2つの見方があると話しています。一つは地球上の生命と同じようなものと位置づけること。それは地球の生命と同じような化学反応による誕生であり、つまり地球を基準にした見方です。そしてもう一つは未知なるもの、あるいはもう一つの生命とも呼べるとし、生命は惑星の歴史の中で地球で生命が酸素を作り出したようにどこかの時点で何らかの役割を果たしますと述べた上で、しかし未知なるものはきっと説明のつかない特徴を持っている可能性が高い、課題はそれを特定することですとにこやかに語っています。サッシャ・クバンツ氏が解明したい生命誕生の謎。どのような条件があれば生命は誕生するのか、人類の命題ともいえるこの質問にクバンツ氏はまだはっきりとは分かっていないとした上で、生命が今どのように地球上で活動しているかは分かっており、その起源における初期条件についても解明し始めたところだとし、しかし他の条件では生命誕生はありえないのかという疑問が消えないと話しています。そしてそれこそが新しい研究拠点で解明したいことの一つなのだと答えています。イギリス人科学者による地球人はみんな宇宙人発言。スリランカ生まれの英国の数学者で英国カーディフ大学天体生物学者でもあるチャンドラ・ウィクラマシンゲ教授が2010年にイギリスの日刊タブロイド紙ザ・サンに対して、地球人はみんな宇宙人、みんな同じ宇宙の祖先を持つとの持論を発表しました。ウィクラマシンゲ教授によると、人類はもともと数百万年前に彗星を通じて地球に持ち込まれた宇宙微生物なのだというのです。その持論とは、
新しい構成システムが形成した際に、一部の微生物が一定の方式によって彗星に入り、さらに多くの微生物を生み出し、他の星へと運ばれる。科学的証拠はこの説の方向付けになっており、人類は膨大な宇宙チェーンの一部分であると言えるとのことです。加えて、数億光年の歴史の中で、彗星は宇宙を満たしている生命にぶつかり、持っている物質を宇宙に放ち、あらゆる星へ振りまいたとし、最初の生命の種は38億年前に地球に持ち込まれたと説明しています。また、最初の生命の生成過程に関わる説明がない点については、生命の起源に対して明確な知識はなくても、一旦生命が生まれれば、その生命の宇宙における存続は必ず存在すると力説したとのことです。ウィクラマシンゲ教授は2001年に亡くなった同僚で、元素合成の理論の発展に大きな貢献をしたとされる、イギリスの天文学者で SF 小説作家でもあるフレッド・ホイル氏と共に、1960年代から地球の生命の起源は地球ではなく、他の天体で発生した微生物の画法が地球に到達したものである、パンスペルミア説を提唱し続けています。さて、いかがでしたでしょうか。古くから提唱されているパンスペルミア説と、新たな一歩となりそうなノーベル賞受賞者による生命起源普及センターの設立は、地球外生命体の存在を信じる気持ちが根源となっているようですね。そして、生命起源普及センターでは、火星から持ち帰った岩石を解析する部門の計画もあるのだとか。アーサー・シー・クラークが夢見た、宇宙人がいるという確かな痕跡は、遠くない未来に私たちが目にすることができるのかもしれませんね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。またよろしかったらグッド評価、動画を見て思ったことをコメント欄へお寄せください。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。またね。